はい、どうも、やちくです。よろしくお願いします。ありがとうございました。今回対談ということで、はい、おさんの方のチャンネルでも出させてもらってて、そっちも対談もしてるんですけど、こっちでもちょっと、はい、いろいろお話しようかなと思いまして。お願いします。はい、お願いします。お願いします。スパーリングざっくりいかがでした？そう、どうでした？まあ、さっきもちょっと聞いたんですけど、はい、どんな感じでした？キックの方のやつで、うん、そうですね、やち選手のやっぱりこうすごく器用だなっていうのと、あと考えられて戦ってるっていうのと、本当にその打撃やっぱり上手だなってすごく思いました。変なし、その K1 のそのトップファイターのようなやっぱこうスキルというか、すごい上手だなって、やっぱ映像で見るよりも実際こういうふうにやらせてもらって、上手だなって思ったのと、すごい僕も楽しかったです。ああ、よかったよかった。もうね、その後技術論なんかも、はい、伺わせてもらったんですけど、はい、どんなかちょっとスケジュールを聞きたい。はい、1週間。あ、1週間のスケジュール。どんな感じで練習してるんですか？あ、今ですか？うん、今は恐ろしいスケジュールでね、それちょっとぜひ聞きたい。毎日ブラジリアン柔術の中井先生とか行って、柔術で、ね、ちょっと楽しくて、そっちが楽しくて。あ、柔術しかやってない。毎日柔術しかやってないです。へー、柔術を一から勉強してるんですけど、じゃあそれが楽しくて。それどんな感じでやってるんですか、1週間で。基本的にその株が毎日だいたい朝6時ぐらいに1回起きて、ニューヨークの状況をチェックするんですよ。これ株の話だよね。株です。はい、株で前日ニューヨーク大丈夫かなっていうのをチェックして、まあそこからキックの現役の時は、あ、そう、キックの時のもいいですよ。あ、キックの時のじゃあ話しましょう。なんとなく、はい、キックの時は朝6時ぐらいか、まあ、5時半ぐらいとかに起きて、前日のニューヨークダウンの状況をチェックするんですよ。で、あ、前日どうだったかなっていうので、まあ試合良かったら今日日経平均大丈夫かなとか、まあ、デイトレやろうかなみたいな感じでやって、で、まあ7時ぐらいから軽くウォーキングだったりランニングだったりとかして、で、トレーニングが夕方なので、それまでずっとその9時から3時までは株のトレードをするんです。で、の夜17時からが練習なんで、自分のその先生の矢口先生のところに練習行って。どんな内容なんですか、練習メニューですか？練習メニュー、練習メニューはですね、日によって違うと思うんですけど、日によって変わるんですけど、基本的にその僕の先生の矢口先生の教えっていうのは、めちゃくちゃ基本大事にするんですよ。もうほぼ反復練習です。休みは、若い時はやっぱり週6回ぐらいできてたんですけど、そこからこう20代後半とかになってから、なかなか疲労が溜まってきちゃったので、大体週4回か5回ぐらい練習できるようにやってました。で、途中からもうなんか、なんですか、モチベーションが落ちてしまったっていうか、ちょっとあれなんですけど、もう試合に決まってからもう2週間ぐらいとかしか練習しなくなってしまって。え、もう全くしない？全く、はい、もうずっと YouTube ばっかり。あ、研究とかする。ひたすら見てて技を。その心配的な気、はい、練習とかはその2週間だけ？はい、そうです。もう合わせてですよ。はい、ほとんどテクニックで来るタイプはもう変な話ガーって来ないじゃないですか。だからもうプレッシャーかけて追い回しておけば、展開作っておけば、自分の心配は上がることはないなって思ったんで。すげえな、はい、達人だよね。達人の息だわ。さすがに前回さ、練習したよね。前回は誰でしたっけ？あ、ジョーダン・ピケオ。あ、ピケオ、見ました、見ました。3ヶ月ぐらいちゃんとやりました。すげえな。そうか、基礎の練習も大半で、はい、研究の時間もあって、ちょこっと実践練習みたいな。そうですね、はい。20代の時はもうずっとそんな感じのスケジュールで、株と格闘技。そう、はい、株だ。ずっと付けでしたな。そんな中、サラちゃんは何してるんですか？あ、神社の前に行って、お祈りして1週間ぐらいずっと修行してます。瞑想してます。へえ、毎日神社行って、はい、あと旅が好きなんで、いろんなとこに行くんですよ。山形行ったり、北海道行ったりとか。だからほぼ家にいないんです。あっちこっち行っちゃうよね、サラちゃん、うん、この間も日光3週間ぐらい行ってて、だから案外忙しいんです。あ、じゃあ結構自由に思う向くままに毎日過ごしてるって感じですか？そうです。行きたいところに行ってます。お仕事とかは もちろんしてないでしょ？お仕事はしてない。そうね、どこか基本的には毎日。あ、でも言うなればこれ。あ、これカプトル。あ、YouTube ね。あ、言うなればそうなんだ。へえ、面白いな。そう
え、でも今の話聞いてたらあんまり合わない？あ、はい、そうなんです、はい、YouTube とか撮るとかあったら、あ、そうです、集まる、集まる合流みたいな感じで、で、またじゃあね、みたいな感じで不思議だな、田舎へ行きます。え、何、だって結婚されてるんですよ、2人がね、一応そうですよね、それ言ってるし、はい、もちろんね、そうなんだね。3年か、いや、笑顔、こっちが本当は。でも、してる感覚ないよね。いや、でもなんか、やっぱり結婚って言うと、あの、夫であり、妻であるってなっちゃうんですよ、うん、そうなると、枠に入る、なるほどね、入っちゃうので、やっぱりちょっとその可能性っていうのはすごい、もっと外に、遠くに行けるのにとか、いろいろ考えちゃうので、その戸籍が必要かは、ちょっと枠、席って入れる必要があるのかなとはちょっと思います。新しいタイプのね、今風な。そうだそうだ、確かに紙1枚ですからね。自分の中で鎖をつけちゃうんですよ、自分で自分に、ね、だからいちいち席入れなくても心でつながってればもう十分なんじゃないか。あ、そういうタイプだ。説、あ、説っていうか、そういう、はいはいはい、お互い信頼があれば、まあ、確かに紙1枚ですからね。でもなんかな、俺はやっぱり入れたい派かも。入れたい派ですか。え、そういう、何のために、はい、僕はそっち派です。何のためになんだろう。それって多分、深掘りしていくと不安なんですよ、壊れちゃうのが。あ、だから戸籍で固めてってこと。でも、戸籍で固めても壊れるものは壊れるんです。ってことは、戸籍でなくても壊れないものは一生壊れないんです。また深いこと言ってくれます。ありがたいことです。本質がしっかりついてくる。だんだん俺笑顔がこうやって消えてる、真剣な話になってきましたね。何、ダイナチーの今年の絶好調はなんかね、すごいと思いますね。やるわ、サラちゃんが。そう、サラちゃんが俺の絶好調、はい、絶好調です。本当に去年は良くなかったそうですけど。いや、そんなことないです。去年何か、なんか人生でちょっと変化したきっかけがあったりしませんでしたか。人生できっかけ変化、自分的に強いレベルじゃないですか。あ、でも自分の人生に関わることなので。ああ、そしたらね、ジムを辞めたこととか、それは、それが多分今いい方向に、それがいい方向に行くはずです。へえ、去年の変化したことが理由で。それが変化か、前向きになるよね。ここで悪いって言われちゃうと、もう修行って言ってもう何も動かないでくださいってなるんで、もうあの、ここで運勢悪い人だったら2年間修行と思って何もじっとして、人生何も試合もイケイケな時は来ないから、2年後またイケイケの日が来るから頑張ってくださいってなるんですよ。結構占いでしまうから、ね、占いだよ。すごいね、マジで。その占い話、占い的な話はあの久保君との対談結構したんですけど、なんかいた子なんですよ、おばあちゃんが。おばあちゃんいた子なんだ。おばあちゃんがいた子で、あ、でも私もあの最近はすごい予知夢とか見出して、ちょっと開花途中なんです。ああ、開こうとしてんだ、何かが。だからそれのために神社に行かせられたりとか、多分今してるんだと思います。なるほどね。へえ、なんかいいんじゃない。じゃあ、いや、ちゅうすけ今年はなんかイケイケな、いろいろいい日、年になりそうですね。格闘技からだいぶそれそれちゃう、2人の話と最終的には俺の人生相談みたいな感じで。いや、そう、すごい受けて、そのさっきのね、動画技術指導なんかすごくはぁーっていう、もう震え、もう鳥肌立ちまくりみたいな感じのことを教えてもらえたんで、はい、なんかいいきっかけに、本当にいい日になりましたね。運勢の回かける時間が全然違いそうだね。そう、時間っていうか、視点が違うだよね。そうですね、なんかこう、今の選手たちの多くの人が相手のその映像を見る分析っていう風に考えた中で、やっぱ対戦相手の、あの映像ばっかり見てしまって、本当次の対戦相手のことばっかりにフォーカスしがちなんですけど、でも自分自身が成長していれば次の対戦相手ってそんなに脅威ではないと思ってて、その対戦相手のことは変なし 1,2 個対策すればもうそれ以上の実力が自分にあったのであれば、なんかここの何ですか、段階は変な話飲み込めてしまうような、もう次の次を見て成長するみたいな感じで、あの僕のその先生の矢内哲夫先生をそうやって指導してもらって、そういう考えで僕は結構形成されていて、その矢口先生、はい、が
そういう考え方で、それを常に習ってると、はい、だからそうですあれですよね、東郷先生のいい師匠に行ってやる大変だけいい弟子に出会う大変みたいな、はい、いい師匠のところで出会われたと思うんですよ。いや、はい、本当に。ジョブス先生と長いんですか。もうそうですね、僕が19歳の時からずっと教えていただいてて、でそれこそその僕弟と独立して、で一回矢口先生のところに離れていて自分たちだけで練習してた時があったんですけど、その時ちょうどチャンピオンから陥落してしまって、勝ったり負けたりになってしまった時期があって、でまあ本当にこの矢口先生のところに行くとやっぱ辛いんですよ。やっぱ練習とかも厳しいですし、でもやっぱこうもう一回そのなんですか、チャンピオンになりたいっていうふうに思ったのがやっぱサラちゃんと出会って、なんかこうもう一回チャンピオンになって頑張りたいなって思ったので、もう一回矢口先生のところに行って力の道を教えてほしいですっていうのをお願いして、そこからもう一回も負けてないですね。はい、すげえな。チャンピオンに返り咲いてすごくいい感じになれたので、本当にこう本当にいい先生と出会えるっていうのはすごく大事だなっていうふうに僕も思います。すごい考え方がもうめちゃくちゃすごいんですよね。あ、視野が広いっていうか、それこそその先生が育ってた選手ってタイプが全然違うんですよ。僕みたいなこういうなんていうんですか、計算してこう緻密にいくタイプ、技術系でいく選手もいれば、もう三浦君のような豪快倒す選手もいればっていうので、本当にその選手に合ったような戦い方をしっかりと伸ばしてくれて、でこの選手はそのどういう風にやると伸びるんだっていうことをめちゃくちゃ考えて教えてくださるんです、伸ばしてくださるんです。だからよくあるジムの形ってあるじゃないですか、このジムはこういう戦い方だよねって。ありますね。なんかそういうタイプではないんじゃないんだ、全員が違う。ここパーサルパーサルでしっかり見ていいとこ伸ばして、はいはい、へー、その代わりこうめちゃくちゃ厳しいっていうか、修正することもたくさんあれば、練習自体もめちゃくちゃ厳しいんですけど、その分こうすごく自分自身が成長できるというか、なんか矢口先生は性格に合わせてこの人は怒らないと怠ける人だとか、そういうのちゃんと人のことを理解した上で叱ってくれたり褒めてくれたりするので、褒めると伸びる子には教え褒めるしみたいな、ちゃんと分けてくれるので、それが分かりやすいのが試合の後なんですけど、試合の後に怒った方がいい人にはいい試合、私から見るといい試合だった人にも怒るんです。褒めたくなるのに矢口先生は怒ってるんです。あ、そいつには怒る方が伸びるなと思うから怒るんだ。そうです、はい、そうなんです。あ、すごいね。やっぱいろいろ考察が深いですね、みんな、先生から久保君からさらちゃんまでちょっとね、総じて言えるのはやっぱ俺はもっと考えなきゃダメなんだなっていうのは今日話してみてすごい感じるな。それが練習から私生活からちょっともうちょっと頭を使って考えていこうって思いましたね。ありがとうございます。株から始めようかまずはニューヨークのダウからいやーすごいいい話がたくさん今日ありがとうございました。ありがとうございました。今後もぜひ、はい、練習もいただきたいですし、ちょっとまた教えていただきたいので、今後ともよろしくお願いします。すいません、よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、では、さよなら。